神戸市立狩場大小学校は、兵庫県神戸市西区にある公立の小学校である。1992年に1125名を記録して、以来減少している。狩場大内の高齢化、新規の入居者の減少等の理由が考えられる。他校と比べて、校庭の面積が大きい。これを利用して、過去生徒数が、教室定員を超えた時に、青空教室を行ったことがある。 過去に地上波のテレビ取材を受けたことがあり、そのアーカイブが校内に保管されている秋に運動会、冬に音楽会が行われる。運動会は紅白に分かれて、徒競走、玉入れ等の競技、地域住民、保護者、卒業生らによって行われる競技、学年演技といった様々な演目が毎年用意され、児童数は少ないながらも活気ある。 運動会となっている。音楽会は、それぞれの学年に合わせた難易度の合奏、合唱があり、年度によっては、オペレッタやリコーダー奏も行われる。会の合間には、みんなの歌と題した参加型の演目もある。進行は、自動主体で行われる。その他の行事には、春に遠足がある。また、1年生の入学時や6年生の卒業前には、それぞれ歓迎会、 送迎会がある。5年生には自然学校がある。6年生は修学旅行やスキー実習がある。ありがとうございます。